2020年、えー、最後のーナイトニッポンでございます。ぜひ最後まで聴いてください、えー。ということでね、12月25日でございます。もうね、2020年も残すところあと1週間となりました。ね、えっ、ー、とー、まあね、今日は、えー、やっぱ1年の振り返りというか、まあ、プロスピエースの振り返りを、えー、ちょっとしていきたいなと思います。はい。えー、でですね、 えー、まずね、僕がプロスピエースと出会ったのはダルビッシュさんの影響でした。はい。えダルビッシュさんがえプロ野球スピリッツエースというねゲームの、えーまあ、ゲーム実況というかね、うん、まあガチャを引くだけの動画だったんですけど、まあそういうね、えー、動画を、えー、今年、えー、オフシーズンですから、まあ1、2、3月とかね、1、2月とかかな、まあ出してたんですよね。うん、出してて、 まあ僕はね、2ヶ月ぐらいそのままずっと見てたんですよ、ずっと。まあでも、このプロスピアは始めないでね。野球ゲームまだ、えー、始めないで、まあ見てたんですよ、ずっと。で、えー、っと、ダルビッシュさんが、<coughs> えー、っと、なんかね、えー、自分を救うっていうのが確かあって、自分を救いたい。 でも救えないみたいななんかいろいろその動画何本か上がってんですよね。確かに僕4本ぐらい上がったと思うんだよね。4、ダルビッシュ投資出すまでにめっちゃかかってたのよ。それ見てすごいなんかこのゲームな闇だなと思って、絶対やんねえよと思ったんだけど、えー、ダルビッシュさんのこと見てて、あ、なんかちょっと俺もプロ野球スピリッツやってみようかなって思ったのが最初なんですよ。 で、えー、2020年4月12日、今でも覚えてます。僕誕生日なんですね。で、30歳になりました、その日。はい。で、じゃあちょっとプロス PS 始めてみるか、ってことでやってみたんですよ。そこからが僕のプロス PS の始まりでございます。はい。えーそっからね、まず、えっ、ー、と、一番最初に撮った S、今でも覚えてます。ミマ投資ですね。はい、ミマ投資の S が一番最初の S だったと思うんですよね。 えー、で、そっから、まあいろいろ、えー、スラング獲得してって、まあもちろん、リアタイムをやって、キーの。うん、でも、まだなんか、いろいろ分からないし、最初の方は、イベントも全然やってなかったんですね。うん、だから、まあちょっと片手までやるぐらいだと思ってたんですけど、うん、まあね、あのー、プロスピエース、だん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 ハマっていって、まあついにはね、えっ、ー、と、8月、えー、ダルビッシュさんが、ダルビッシュセレクションって言って、えー、自分のね、 ええー、ステータスを自分で考えて、こういう能力がいい、こういう変化球を持ってた方がいいみたいなのを全部ダルビッシュさんが、えー、小波側に伝えて、その、それを、えー、汲み取って作られたセレクションダルビッシュ、セレダルが、えー、8月に出てきたんですよ。そこで僕に、ね、初めて課金しました。はい。ソシャゲに今まで課金したことい、ことって一回もなくて、初めてね、そこで課金というものをしました。今でもね、覚えてます。震えてましたね、あの時。 はい。確かに1万5000円したのかな。ダルビッシュさん出すために。うん。今考えればね、あのね、結局セレクトミキサーで出したんですよ。セレクトミキサーで5人、えっ、ー、と、セレクションのメンバーを、えー、召喚して、1人のセレクションをゲットするって。まあ、それをダルビッシュとして取ったんですけど、今考えればね、中地、西ブの中地2人来たんで、1人取ってもよ、取っておいてもよかったなと思ったんですよね。だからもう1回引いて、ガチャ、レース出てきたら、 その選手を、まあ、セレクションにかければよかったなと思うんですけど、まあ、その時はね、まだ中地の、えー、強さもまだ分かんなかったんで、そうそうそう、まあ、結局、セレクションのミキサーにかけちゃったんですけど、まあ、そこでね、初めて課金して、えー、そっからね、もう、はちょっと、ちょっと、ハイ課金になりましたね、僕、一時期。あの松坂大輔に18万かけるっていうね、<laughs> しかも出ないっていう。はい。あのね、今、あの、でも覚えてるんですけど、 サイリン、TS サイリンガチャ。あのね、サイリン系は絶対引かない方がいいです。はい、もう闇です。はい。まあね、今ではね、小笠原選手の S と福留選手の S、えー、まあ、そこで当たって、えー、一応レギュラー,あー、まあ、あと控えとして、まあ、活躍はしてるんですけど、代打の、えー、切り札でしか活躍してるんですけど、そんなね、18万までかけて取る必要はない。そこは皆さん、あの、本当にね、気をつけてください、課金は。うん。あの、本当ね、今年一番学んだことってそれかな。 うん、ステイホーム期間、まあ自粛コロナとかいろいろありましたけども、いや、僕コロナより学んだのは課金。<laughs> 課金の怖さ、うん。コロナの怖さというより課金の怖さを学んだ。うん、だから、ね、そこはあの本当皆さんえ注意してほしいですね。うんで、1回だけだったらまだいいんですけど、筒子さんでね、2回目の、まあ、配課金してしまって、9万5千円かけたんですよね。まあ、それももったいなかったね。うん ま、筒子さんしかも出なかったからね。<laughs> あのね、これ松坂投手と筒子選手両方言えることなんだけど、A ランクはね、もう8枚ぐらい持ってるんですよ。うん。でもうレベルマックスに押してるし、松坂さんは。来年来たら、松坂投手来たら、もう絶対取りに行ったら、もう極みにできるし、 なおかつ、もう、総合チャレンジも何回もできるっていう状態にはさせておいてます。で、都合選手もまた来年出たら、でもね、あのー、ワールドスターの再ンみたいなのあるらしいんですけど、あのひ,とめひとまとめされてるあれ絶対引かないです、僕は。あの、再ンガチャ絶対やめたほうがいい。これ、本当に沼るから。うん。で、あと、ワールドスターも60連超えたら、もう、いや、絶対引かないほうがいい。全然出ないから。びっくりするほど出ないから、俺。うん、びっくりした、俺。ドラフトスカートなんて、あれ闇よ、本当に。 ぜひともね、そこは本当やめていただきで、そこはほんと気をつけてください。まあそんなこんなでね、まあいろいろ課金、まあアニバンとかにも課金はしてるんですけど、まあ最低、まあさ最高で2万だよね、60年分。 課金するぐらいがちょうどいいんじゃない本当だからね、それ以上やっちゃうと本当にハイ課金になっちゃうから、止められなくなっちゃうから。ぜひともね、そこは課金の怖さとして皆さんぜひ頭に入れといてください。でね、えっと、まあ、リアタイムもね、今、達人8位まで来て、最初なんて全然打てなかったんですよ、僕。あのー、最初の頃の動画見てもらえばわかるんですけど、もう0-0ばっか。0-0のタイブレイクばっか。うん。で、ポイントで勝ったか勝たないかみたいな、 試合ばっか、うん、全然今考えればね、面白くもなかったなと思うんですけど、まあそっからね、ずっと見てくれてる視聴者の方はほんいるんで、まあ本当ありがたいなと思いますし、えー、なおかつね、まあ今結構こう視聴回数もちょっとだけ増えてきて、えー、コメントも残してくださる方がいて、えー、まあ本当プロスペースに出会えて、えー、そしてやってきてよかったなって本当に思います。はい、この1年ね、うんまあ自粛期間とかいろいろあって、まあマイナスな面もあよくあった たんだけど、えー、でもそうじゃないんだとマイナスな面ももちろんあるんだけどその自粛期間で4月12日ってちょうど緊急事態宣言出てた時なんでまあ、ずっと家にいたんだよね僕もなんでその時にまあプロスピエスと出会えた、まあ、それはプラスだったなって、うんえー、すごい思いますね僕の人生を変えたなって、うんまあ、僕の人生を変えたのがプロスピエスでありダルビッシュ投手でありってねまあ、あの人よく俺の人生変えるんだよダルビッシュさんって本当にうん ダルビッシュさんに影響を受けていろんなことやってるからね。うん、あの、ダルビッシュさんに影響を受けて、ダルビッシュさんが持ってるシプリームの帽子あの、同じの買いました。はい。はい、ちょっと気持ち悪いですよね。えー、ということでね、ちょっと曲行きましょうか。うん、あの2020年絶対流行る歌って、え題して3月3日にね、こういう歌出したんですよ。ぜひ聴いてください。大野太がやるね。ジョホールバルで会いましょう。 たた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 あたん、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 あたん。ジョールバルで会いましょう。そんなこと言わないでよ。でも、僕らは、ジョールバルでしか会えないよ。 ジホールバルで会いましょうジョホールバルでしか会えないからだからジョホールバルで会えると信じてロミオとジュリエットはどうなりましたか皆さん あの月末を知っていればわかることでしょうジョールバルジョールバルジョールバルだからジョホールバルで会いましょうジョールバルジョルバルジョルバルだからジョホールバルで会いましょう はい、聞いていただきました。大野隆弘でジョホールバルで会いましょう。でした。ありがとうございました。<laughs> えー、2020年絶対入えると、えー、大したんですけども、まあ、候補は紅白も狙ったんですけども、まあね、えー、見事落選ということになりました。うん。まあね、落選本当にしたの大野さんとこういう話なんですけども、まあそこはね、うん、あのー、辞退したってぐらいのね、えー、匂わせ。うん、あの、あれ大野さん、 怖くに選ばれなかったのじゃなくて、いや、辞退したんだと。選ばれたんだけど辞退したんだ。まあ、ちょっと、今俺今何言ってんだろう。<laughs> ちょっと今俺何言ってるのかよくわからなかった、うん。ごめんなさいね。着地点が見つからなかった。ということで、ね、エンディング行きましょう。ありがたい。あたいさあ、えー、プロスピエンス、1>, 1年振り返っていきました。あたまあね、やっぱでもね、一番熱いガチャはやっぱりセレクションのダルビッシュさんでしたね。あのダルビッシュセレクション。あれでね、ダルビッシュさんをゲットできたことが僕は今でも本当に、 まあなんて言うんだろう嬉しかったしあこんなに野球ゲームゲームに熱くなれるんだと初めて思いましたねうんあのこれからもね、えー、とプロスピエールプレイしていきたいと思いますので来年も、ね、ぜひよろししくお願いします大野孝吾の「モノナイトニッポン」毎週金曜夜10本目だにお送りしてきましたお相手は吉本芸人大野孝吾が出演させていただきましたありがとうございました さあ、年内ね、えっ、ー、と、オールナイトニッポンは最後でございます。え一、ー、年間ありがとうございました。えっ、ー、と、来週の金曜日はですね、1月1日で、えっ、ー、と、実写あの、実写の動画出すんで、あの、僕が直接、えー、皆さんに語りかけるカメラの前でね、えー、雑談になります。プロスピー雑談になりますんで、ぜひともね、そちら見てください。えー、オールナイトニッポンは一周お休みの、えー、再来週1月8日から、あまた始まります、あ始まりますんで、よろしくお願いします。では、最後に一言 夢で会いましょうバイビーい初夢で会いましょうバイビー